皆さんこんにちは。札幌天神山アートスタジオのスタッフの小林彩雅です。天神山アートスタジオの子ども企画手紙の中の世界では、皆さんからの空想絵手紙を募集しています。この企画では作家の本田誠二さんと共同でこの創作ガイドブックを発行したほか、11月には本田さんや天神山のスタッフとの創作相談会も開催します。どうも、はじめまして、本田誠二と申します。普段は絵を描いたり立体を作ったり、あまり素材にこだわらない感じで作品を作っております。エビの周りにあるものからとか、空想のものからとか、そういうものから着想を得て絵にしたり立体にしたりしております。どうぞよろしくお願いいたします。創作ガイドブックは特設ウェブサイトから見ることができます。前半は本田誠二さんの作品の紹介、後半は技法の解説や作品の応募方法が掲載されています。またウェブサイトでは本田さんによる立体作品制作の解説も用意しています。創作ガイドブックと立体作品解説はPDF でのダウンロードもできるようになっています。創作相談会は申し込みが必要なので、ガイドブックの要項欄を見てください。今回はこの動画の他に本田誠二さんの制作を紹介する動画を4つ用意しています。コメント欄にリンクがあるので、興味がある人はぜひ見てみてください。創作ガイド動画水彩編では、本田さんが実際に1枚の作品を仕上げる過程をインタビュー付きで収録しています。皆さんが普段使っている水彩絵の具をアーティストはどのように使っているのか、絵の題材はどのように見つかるのかなど、創作の秘密が詰まっています。そこからこう形にしていく、でなんかその白い紙のまま残すところと、そうじゃないと。過去作品編では、本田さんがこれまでに制作した様々な作品をスライドとインタビューで紹介します。粘土を使った立体作品や仮面、版画、抽象的な作品など、本田さんの作品をより知りたい人はこちらを見てみてください。この動画では、文字通り海の上で生活していた本田さんのエピソードが語られます。アーティストの世界観がどのように出来上がるのかのヒントになるかもしれません。珍しい海の生き物の写真と一緒にお楽しみください。最後の動画は札幌のギャラリー犬飼で開催された本田誠二さんの個展の模様を動画に収めたものです。それではたくさんの絵手紙お待ちしております。